そのは、これどんなんやろうね。あ、夏目や、これ。夏目のゲームでね、ファイナルミッションってすればありましたね。ファミコンで。これ日本でも発売されてますけど。うお、これができるの？これが遊べんの？これがプレイできるの嬉しいわ。これでもコントラ似てますけどね、確かに。でもこれをね、公式のね、夏目っていうメーカーから発売された、なんていうのかな。シューティングゲームだと思います。初めてやれますけど。まあ、確かにコントラに似てるわ、これ。で、しかもこれ、夏目ってね、コナミのね、元コナミで働いてた人が、立ち上げた会社らしいんで、ね、だから、なんとなくね、雰囲気はコナミっぽいんですよね。うん。あ、やられた。え？一機しかないのこれ。でも面白いな。もう一回やろうか。喋るのがすごいね。まあ、夏目といえばね、アバドックスっていうね、ちょっとなんかグロいね、シューティングゲームがあるんですけど、それとか、あとね、影っていうね、なんか、忍者ゲームがあるんですよ。アクションゲームでね。その3作品が僕知ってるんですけどね。持ってますけどね。まあでもこれ面白いなぁ。これがプレイできるのは嬉しいわ。これ僕持ってなかったんで、初めてやりますからね。ファイナルミッションがね、プレイできるのは嬉しい。ゲームの存在知ってたんですけどね、持ってなかったんで。それは連射機能があるから、連射使えばよかったんやな。押しっぱなしで連射できるんでね。あぶね。でもコントラにめっちゃ似てますよね。まあこれでもカプコンのなんていうのかな、フォゴットンワールドにもちょっと似てますけどね、感じが。うん、ゲーム性が似てますね。あとこれをね、3D シューティングにすれば完全にスペースハリアーですけどね。あ、やられた。待ってもうた。なるほど。これは面白いわ。